ステップ3 Memory Source Memory Link Architecture 一瞬でだけでこの図を見ると MIM のように見えるかもしれませんが MIM だったら真ん中には BSA になっているんでしょうこれが MSM の,のアーキテクションになっているんですがその BSA を引いて中にはソースを入れることになっているんですねそして 左右側が受信、送信の機械じゃなくて、これが受信になりますね。それが受信者になるんですが、そして真ん中から格子が右と左両方に行って、そして右と左に届く場合にしたら、エンタングルメントができました。そしてこれが 効率はもう少しメモ,リメモリーの効率を上がりたいと,と思っていることな,なんですが、そうするとどうやってできるでしょうそして、これがあの、後天のメッセージも交換しなければならないんですが、この真ん中のソースの機械には全然関係はありません。左右の 重心者の,の,のメッセージを交換しなければならないんですが、はい、左に届きました、はい、右に届きました、とのメッセージを交換したら、ほら、今回、ね、にはも、両親も連れができました、との両側には分かるでしょう。そして、こういうアーキテクションになるんですが、まずはその真ん中の講子のソースに,については、えっとそのしえっと 使う方法として説明したいと思いますが、とりあえずそれがっと解析するためには時間が,が K の瓶に分けることになるんですが、そしてその格子のソースが,が等間隔で格子を保出することには連続になります。そしてそれが大文字の K は瓶の数なんですが、 小文字の過が、それが今はどっちの格子については話しているのかとの変数になります。で、これが Round なんですが、こういうアーキテクションには Round にと区別することはあんまりないんですが、とりあえずこれが K がその Round としては説明すると、解析すると、ちょっとあの、 しやすいので、今回には r o u n d m どの言葉も使います。そしてこれが TRound-dash になるんですが、TLink plus k るその TClock になります。そして、お互いの,の送信しているメッセージが、各キュービットについてはメッセージを送るなんですが、警戒面,面の届く格子で,で,で成功した で、それが、僕のメモリーとしてはそれが J のメモリーに入れました。と,とのメッセージを送ることになります。そして、K が、まあ、1から K になってるんですが、J は1から Receiver のメモリーの,の数までは,かは可能になります。そして、これが、格子が、えっと、通っている格子が、それの数がメモリーサイズに依存せずには、 連続的には頑張って、頑張って、放出して、放出して、放出して、それが受信側に届くかどうかの様子になります。そして、これが、両側の,あの受信者のコントロールの説明になるんですが、まずはそのレシーバーで、でもちろんそれが、まずはキュービリトから始まるんですが、そして、便のことも,考えもう数える。 1>, 1つ目のコシが来たかどうかにはそれが K イコール1、2つ目が来るかどうかにはそれが K2、K イコール2、そして3つ目は来るかどうかには K イコール3のなどに連続します。それから、さっきのシステムと,と同様なんですが、えっと、受信側に,にはそれが、Bell State Analyzer は受信系に,にはありますので、メモリーが、がえっと、 メモリーから、えっと、格子を放出して、ファイバーから来、えっと、る、えっと、格子を合わせて、それが Bell State Analyzer に当たって、それが受信,受信機の中の Bell State Analyzer が成功したかどうかをあの調べます。そしてそれができた場合には、その,そのメモリーはそのまま持って、次の,のタイムビングには次のメモリーを使うことになっているので、 それが J が J 足す1になります。そして失敗にする場合にはそのまま、そ,その、えっと、first m e メモリーか、second m e メモリーか、third m e メモリーか、か連続で,で,でと挑戦してみます。繰り返してそれがいっぱいになるまでは,は、は、あの、繰り返すことは可能になるでしょう。そしてそれがもちろんその K がそれが,がカウントになっているので、そのカウンターが、が、が、足、え、す、っと、1に,にして、 そして、それが、ラウンドが終わっているかか、メモリーはいっぱいになっているか、それで,で、あの、チェックして、そして、それが、量子も連れを使うことができるでしょう。そして、パフォーマンスを、あの、解析したいと思いますが、まずは、あの、いくつかの,の確率があるんですが、これが、人回だけに,には、 量オシモツレができたかどうかをあのシングルアテンプトなんですが、まずはその P ソースで、そのソースがとちゃんとした量オシモツレを持っている格子が放出できたかどうかの確率。そして PL と PR は、レフトとライトにはそれは BSA を成功する確率になるんですが、とりあえず、えっと、 両側が同じ距離、同じ確率になっている場合には、それがシメトリックになるんですが、それが、えっと、PBSA が,が PLPR は一緒になっています。そして、成功する確率、PMSM なんですが、それが PSource×PBSA、PFiber の事情になります。そして、これが p s o u r c e PBSAP になってるんですが、それが前回の,の MIM のリンクと MM のリンクが P の定義を使うことになってるんですね。そうすると、それが先の P×PBSA×P ソースになってますので、この2つの,の,の確率は低い場合には、この PMSM の,の確率は MIM と MM よりかなり低い場合もあります。 そうすると、それが悪いことになってるんですが、あの比例的にはそれが,が良くなってるかどうかをあの考えることと,としては、それが,がチャンスがいっぱいになります。この MSM の,のリンク。そのと各トライアルとしては、各講師にの時間あたりには、各アテンプトに,についてはそれ、それの 時間は増えますので、待つ時間はすごく減ることができます。そうすると、そのメモリーのロックされている時間はそ要にそれがなくなりますし、持っている時間も短くになりますから、それのディコヘレンスの時間もかなり下がるでしょう。そして、 レートとしてなんですが、この RMSM が,が基本的にこの PBSA、PFiber Water、その 2T Link なんですが、それが一、えっと、つメモリーだけなんですね。そして、こういう確率に,には、まあ、あの、比べると,と,と,、えっと、この差が見えるんでしょう。で、こっち側がその、えっと、レートは低い場合に,になるかもしれませんが。 そうすると、これが、ファイバーのロスには強いアーキテクションになってるんですが、えっと、そうすると、まあ、クワントムネットワークとしては、その、エーリープロトタイプに使う場合にはなるとあり得ると思いますが、それも、それだけじゃなくて、レートはかなり高い場合になりますから、それも、もう、あの、 だんだんネットワークが進化すると、そのまま使う場合にあるかもしれません。そして、これが、格子をちゃんと作ることにはそれが独立しているんですが、そして、えっと、K のンの数は自由には選べるでしょう。

一つの,の使う方法なんですけれども、これがあの重要なことなんですが、地球の回っている衛星に,にはこういうアーキテクチャは使うかもしれません。そして、地上に,に使っているの,のは、各リンクが,が、まあ、大体短いな,なんですが、例えば10キロ、20キロなんですが、だんだん伸ばしたいなら、だんだんハードウェアも作らなければならないでしょう。 そして、サテライトで衛星で、その,子のソースを設定すると、と衛星から腰が,が,がと降りてきて、右側と左側のところには、えっと、そのあの基地の,のところに,には基地局で,でそれが,が、えっと、望遠鏡を用意して、それで腰を受信して、 成功でできることになるかもしれませんが、それが、距離が1 0トルより何倍も大きくで,できることになるかもしれません。そして、これが、本当は、中国の打ち上げた衛星なんですけれども、えっとミシスでそれが牧師号、日本では牧師号といいますが、 そのボクシーが何百キロメートルのキロになってるんですが、地上の,の1 2 0 0ロが離れているところには二つの望遠鏡を用意して、それで、でと格子がちゃんと受信して、とエンタイングルメントルができることにを証明しました。そしてそれが1秒たりには1.1回ね成功することになってるんですが、それも フィデリティとしてはかなり高いので、87%に近いでしょう。そして、空気の低レベルの 10km などには、それがロスになる場合には、そっちの方になるんですが、それの 10km 以上になっていると、飛行機の高さよりになっていると、それがほとんど真空になっているので、 がなくななくる可能性は少ないもちろんそれが、子、えっと衛星から基地供給に,に当たるビームの大きさがあるんですが、それがだんだん広がってしまうと、もちろんそれがちゃんと受信,受信する確率は下がりますので、できるだけには大きな望遠鏡を,しなきゃを用意しなければなりません。そして大きな問題があるんですが、 軌道がこういうふうになっているので、それの中には地球が回転しているので、本当の受信したいところが、その衛星が見えることは大体1日2回で,で、各回が数分しかない、5、6分ぐらいしかないんでしょう。そそしてそれが 問題になってるんですが、これが成功ができるので、この,この、えっと、リンクアーキテクチャンを使うことには,にはなるかもしれません。そしてこの衛星を使って、これがもしかして、えっと、グローバル地球的な地球の一種のできるリ子シンネットワーク、インターネットワークにはできるかもしれません。そして次のステップにはもう一つのアーキテクチャを説明したいんですが、 今まで使って,使ってたのは、えっと、メモリーとメモリー、メモリーと格子両方使ってるんですが、次には格子、えっと、だけの,のアーキテクションを説明して、それから最後のステップに,にはメモリーだけに使う、うんえっと、アーキテクションも説明したいと思います。